ゆるのホビーのジンです。本日はデイキャンプで使った100均の道具を紹介したいと思います。ベスト5で紹介したいと思います。はい、早速いきましょう。第5位、道具はないんですけど、ここにまた載せておきますね、写真を。はい、ダイソーの着火剤ですね。本当に使って助かりました。まあ、ファイヤースターターかでつけようと思ったんですけど、全然つかなくて、もう着火剤使用しました。はい、ごめんなさい。でも本当に何回か大地くんとチャレンジしたんですけど、ほんまに全然無理で、もう着火剤とガスバーナーですね、それでつけて木炭置いてつける感じでやりました。本当に便利でした。すごくいいなと思いました。まあ種類で全然買ってなかったんで、まあ次やるとしたらいっぱい種類買って、どの着火剤がいいか試しておきたいと思います。はい、次第4位、やっぱしコロナ禍なんで、やっぱしこれですよね。やっぱし見えますかね。はい、キャンドゥのアルコールスプレー。もう何かするたびに一プッシュこういう感じで使ってましたね。めちゃめちゃ、まあ、匂いとかも全然きつくなくて全然いい感じでした。僕手荒れとか肌弱いんで全然するんですけど、これは全然しなかったですね。本当に良かったと思います。やっぱしね、こんな時期なんでね、そういうのちゃんとアルコールスプレーとかしとかないと怖いんで、まあ、100均なんですけど一回試すのもありやと思います。いろいろ量もあるんでいいと思います。はい、次第4位、コーヒー道具です。はい、コーヒーミール見えますかね、と、はい、コーヒーフィルターと、これなんて言うんですか、これあのコップ置いてこれ入れて湯注ぐやつ、名前すいませんわからないんですけど、これが本当に良かったですね。まあ、大地くんにちょっとごめんやけど揃えといてって言われて、まあ、100均で買いに行って、これキャンドゥやと思います。いやだったんですけど本当に良かったですね。まあ中開けましょうか。こういう感じですね。こういう感じでやる感じで、こう折りたためるんで収納にも全然便利やと思います。でここでやって回す、豆を入れてね、ここで豆を入れて回す。で例えば炊けたとしたら、ここ開けて粉がある、でこの中にフィルターの中に入れるって感じですね。本当に良かったですね。これはすごく便利でした。まあ大地くんとかも結構使ってくれてて、一緒にコーヒー飲んだんですけど本当に美味しかったです。まあせめて言えば僕ブラックあんま飲めないんで、ミルク買って次は自分の好みの甘さにして飲みたいなと思います。はい、おすすめです。はい、はい、次は第2位、これですね。ダイソーさんで売ってた木炭、ほんまにこれバーベキュー用で500入ってるんですけど、ほんまにこれ便利でした。まあちょっと100均のなんで火つけるのがちょっと時間かかったっていうのがちょっとマイナスポイントですね。まあそういうとこちゃんとマイナスポイントもこのチャンネルでは言いたいと思うんで、まあ、言うんですけど、だけど100均ですよ。これ100均、ほんまに便利。100均でこんなんあるんやと思って、まあ、騙されたと思って買ったんですけど、ほんまに良かったです。で僕のあのコンロ肉焼くやつがゲーセンで、まあ動画見てもらったら分かるんですけど、そのゲーセンのやつやったんで、まあ、ちっちゃかったんで、もうこれ1個で5、6時間余裕で足りましたね。本当に便利でした。まあ、ちょっと火つけるのがね遅いっていうのが問題ですね。まあ、だけどそれも着火剤とか何か液体かけてガスバーナーでつけてやったらほんまにすぐ
つくと思うんで、いか騙されたと思って100均で買ってください。便利です。で最後1位何やと思います？キャンプ道具やと思いますよね。まあキャンプ道具なんですけど、ちょっと他の YouTuber さんとは変わった視点というか、自分の好みでやりたいと思うんで、はい、これです。なんでこれやねんってなると思うんですけど、飲み物入れで、ここにワンポイントのやつがあって蓋付き、もうここがめちゃめちゃ僕はいいと思いました。ここにまあ保温とかねあんまないと思うんですけど、氷入れて飲み物入れて飲むで、まあデイキャンプなんで外じゃないですか、虫とか入ったら僕は嫌なんで、まあ蓋を閉めるで、まあずっとに横には置かないんですけど置いて、でもまあこけたことあったんですけど、全然こぼれずにいけました。それでプラスチックなんでね、それで100均やから、形から入りたい人は便利かなと思います。僕は形から入りたかったんでこういうやつにしたんですけど、やっぱり銀のやつとかもね、やっぱりそういうのも憧れるんですけど、銀のも持ってるんですよ、持ってるんですけど、それは大地くんに渡して、こっちは僕が使っていました。ほんまに良かったです、便利です。でもう一個、すいません、第1位なんですけど2つあります。これですね、はい、皮膚規模、こう長くなるんですよ、短かったやつが。でここに炭のやつに火をかける、で火が燃えてくる。ほんまにこれめちゃめちゃ便利でした。ずっと使ってましたもん、終わるまで。木炭がねやっぱしちょっとつきにくかったっていうのもあったんですけど、これで結構火垂らしてやってました。ほんまにこれはいいと思います。これでちょっとね炭いじることもできると思うんですけど、まあ、炭用では僕買ってたんで使わなかったんですけど、ほんまに100均なんでいいと思います。よかったら皆さんこれ使ってもらえるといいと思います。ほんまに便利なんで、まあ、ちっちゃいんですしね、全然直せると思います。はい、そして、まあ、電気キャンプの動画以前にも上げてるんでね、また見てください。本当に面白いんで、大地くんが準レギュラーに出てすぐ準レギュラーになるという、本当に僕の親友なんですけど、ほんまに面白いやつなんで、一旦見てください。僕編集しながらずっと笑ってましたからね、ほんまに面白すぎて。はい、でこの動画が良かったと思った方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは次の動画で、バイバーイ。いつもありがとうございます。